ハッピーサンキューモアプリーズは2010年のアメリカ合衆国のコメディドラマ映画。主演のジョシュラドナーの初監督作品であり、脚本を担当している。ニューヨークを舞台に売れない作家と佐藤屋を転々とする孤独な少年、及び彼らの周囲の人々との交流を描いた群像ドラマ。2010年1月20日にサンダンス映画祭で初上映され、観客賞を受賞している。 日本では劇場未公開だが2012年10月7日にワウワウで放送されたほか同年12月7日にハッピーサンキューモアプリーズニューヨークの恋人たちのタイトルで DVD が発売されているニューヨークに住む売れない作家のサムウェクスラーは出版社へ新作の売り込みに向かう途中の地下鉄で佐藤とはぐれた黒人の少年らシーンを目にする サムはラシーンを一旦保護したものの、ラシーンは、佐藤親の元へも、警察へも行きたがらなかった。仕方なく一時的にラシーンを保護することにした、サムだったが、自宅へ戻る途中に通りかかったカフェで働く、ミシシッピという女性に一目惚れ、ラシーンを弟だと偽り、また会いに来ると告げた。その夜、サムは、親友の兄が主催するパーティーに、ラシーンを連れて行くのだが、 アニーや幼馴染のメアリー・キャサリンからは、無断で子供を預かっている状態を心配される。明くる夜、偶然ミシシッピと再会したサムは、半ば強引に彼女を自宅へ連れ込み、男女の中になった。一方、男運の悪いアニーは、元彼のアイラに呼び出され、再び体だけを求められて落ち込んでしまう。アニーのオフィスに毎日顔を出してくる、弁護士のサム。 通称サムには善人だが、アニーの好みではなかった。メアリー・キャサリンもまた同棲中の恋人チャーリーが夢を追って、ロサンゼルスへ行くと言い出し、頭を悩ませている。そして、サム、アニー、メアリーと三者三様の恋模様が複雑にもつれていく。ロッテントマトズによれば、53件の評論の、内高評価は42%に当たる22件で、 平均点は10点満点中5.30点となっている。メタクレティックによれば21件の評論のうち高評価は6件、賛否混在は11件、低評価は4件で平均点は100点満点中45点となっている。ありがとうございます。